行書公衆官職士官とは、北総の詩人、祖職の書、官職長とも言う。祖職が、筆下事件により、公衆へ流罪となり、同地で三度目の官職説を迎えて、身の不遇を嘆いた歌二首を、縦 34.2cm、横 199.5cm にわたる資本に、牧書したものである。現在は、台北市にある、国立呼吸博物院の所蔵である。 本主館の作者の祖職は22歳の時弟の祖哲と共に紳士に求大し、エリート官僚としての道を歩み始めた。祖職が政界に入った頃は、改革を推し進める王王安石の新法等と、これに反対する芝光らの旧法党が激しく争っていた。新法とは、主来が得一国万民の政治理念、すなわち万民を等しく天使の公民とする、 生民思想に基づく、金融法、私役法、貿易法、農電水利法などの経済政策や過去改革、学校制度の整備などの施策である。新法にことを唱えた組職は、新法党から憎まれ、1七7 9年に天使を、誹謗する死を書いたとして逮捕された。厳しい取り調べを受け、組職も一時は死を覚悟するほどであったが、真相の特別の計らいで、公衆へ流罪となり、 食事にもことかく生活を余儀なくされた。なお、寒食節とは、当時の後105日目に、火の使用を禁じ、煮竹をせずに、作り置きの料理の実を食す風習である。自柄井公衆井火山寒食で始まる一種目は、布石機街道派などろ、お縁朱雪の国に代表されるように、試作的、空想的である。これに対して、 春へよく入りとうぜえらいふいで始まる二種目は、空方に関西破片や気質足な地勢感触や、なりぎなきぬり旧支配吹き吹きの句に代表されるように、観察的、具体的である。二種合わせて120文字が16行にわたって書かれているが、書き進むにつれて文字が太く、かつ大きくなるのが特徴であり、素食の感情の高ぶりを見て取れる。とりわけ、破片や気質足の、 はべっついと、なりぎなきぬりきゅうの、なきぬりきゅうの文字は極めて大きいのが印象的である。ちなみに、平成27年9月関東、東北豪雨による絹川決壊を報じた、天聖神語の書き出しに、春へよく入りとうぜえらい不意の句が引用された。祖食の詩の後ろには、祖食の弟子でもあり、友人でもある、皇帝権による抜群がある。皇帝権はそこで、 当場この主大白になお、恐れ大白優美党どころとまで激勝している。この抜群もまた高い評価を受けている。元後期に文奏が入手し、大都陥落に伴って民が接収した。その後民間に流出し、明中期から県隆前期までは、藩与能、孫正宅、おさめ乱主下則秋などの収集家たちが所蔵し、1745年。 五路に、権流帝が獲得した。新末期には、延命園に保管され、1860年に、英仏連合軍が延命園を焼いた時、危うく焼失するところであったが、皮肉にも略奪されて民間に流出したため焼失を免れた。本士官花壇の焼け焦げはこの時のものと言われるが、異説もある。1922年に、日本人、菊池静香堂の手に渡り、 この時も関東大震災によって消失するところであったが、菊池紙を提して持ち出したため、またもや消失を免れた。これら孤児については、内藤コナンによる抜群にも書かれている。その後、1947年頃に、林老安の仲介で、王清潔が購入した。王清潔正去後、国立呼吸博物院の所蔵となった。 この逸話から本誌館は日本との関係浅からぬものとされ2014年6月より東京国立博物館において開催された国立呼吸博物院展にて展示された公衆館職誌館ありがとうございます